現して以来、官兵の行方は用途知れない。織田軍と共に各地を転戦するうち、行方知れずとなったらしい。正妻は、しかし今、討伐軍は幼者出現という現象を超えた。幼者出現前なら、正妻自身の過去に官兵を見、過去官兵は職を離れ、織田軍と合流した。その時正妻は官兵を説得、今再び官兵と向き合ったとして、自分は彼を止められるのか。自問する正妻に前田刑事とし、官兵を助けられるのはこの時代、この場所しかない。止めようとして止められなかった。この場所しか。断ってのは面倒なもんさ。思いを伝えるためにあるってのに、時には思いを邪魔する。あんたが落ちてるのはそんなところだろ。かぶいてみな、頭を空っぽにして。思いのまま戦場に言いせれば、言葉は不要。臆してなすべきをなせ。道はおのずと開け。ありがとう、分かった気がする。彼らが相手とは。さすが織田軍だ。好きの大夫人だね。この道はただ切り抜けるのみ。官兵、今度こそ止めてみせ。私が出る。聖祭、追ってきてしまったのか。いいんだな、官兵。あいつらを潰しても拙者は信長様の恩に報いねばなりません。今の彼はおっと、少し待っててもらおう。すぐに分けてやるぜ。素晴らしい武勇をお持ちですね。あなたを尊敬します。俺が行こう。オイラに任せろ。私までオイラに任せろ。
覚悟決めとけよ。欲しいよ。素晴らしい武勇をお持ちですね。あなたを尊敬します。エイジ、てめえなんでここに。ああ、そうか、この時のおじはここにいたのかい。何、わけわかんねえこと抜かしてやがる。いいから戻れ。この先には行かさねえ。やれやれ、どうしたんだね。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。これで効果の憂いはなくなったな。私はもっと伸びねばならぬ。時期そんなんで信長様のところにいるんじゃ。今のお主に話してもわからん。誰が知りたければ来るがよい。くそ、何がどうなってやがる。教えてもらうぜ、おじき。一緒、てめえはまたフラフラしやがって。いい加減落ち着きやがれ。いつでもどこでもおじごはおじごだね。どうなれ、力ずくだぜ刑事。ダンペ、すまねえ、あとは任せだぜ。しょ、よっ、戦艦だ。そう、仕上げにかかろうか。さあ、今行く。素晴らしい武勇をお持ちですね。あなたを尊敬します。あんたの喧嘩、見てて飽きないね。まだまだよ。あぬしはもっと伸びねばならぬ。
血が出る。拙者は信長様の恩義に報いるため職を離れるつもりだ。全ては義を貫くため、それが拙者の生き方。私が官兵を行かせたくないと思うのもただの意地。そうだ聖斎、君は自分の意地で同じ意地同士全力で打ち合って、拙者は破れだから悔いはない。聖斎、生きだねえ。これをあなたに臆して、こいつを期待していたのだけど